活目せよ活目せよ、貴様ら。我が輩はラプラス・ダークレスター。貴様らの近所に住んでいるお姉さんのラプラス・ダークレスター。サムネのお姉さんは我が輩だ。おい、まだ行くな。まだ始まったばかりだ。今日はみんなが我が輩がお姉さんがなんかちょっと会いたいって会いたいって言っていたから会いに来たの。我が輩は人間でいうところの24歳くらいのお姉さんなので、小学校4年生の君たちは我が輩のこと好きになっちゃうの。わかる？辛辣じゃない？ちょっと待機の時からずっと辛辣じゃない？我が輩に喉大事にしてじゃねえわ。黙っとれ。我が輩結構頑張ったんだけどな、お姉さんっぽい。そう、ちょっとオタクくんが、今日我が輩悪くなくね？だってオタクくんが、お姉さんがいいって言うからやったのに、なんで？悩み聞こうじゃねえんだよな。もともとあれ別に悩んでないんだよ。イメージと違った。黙れ！気を取り直してちょっと待ってろ。あ、みんな、待った？我が輩だよ。あらあら。あら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 、さっきと変わらんだよ。どうすりゃいいんだよ。じゃあ我が輩さ、ちょっと無理なんだよね。初夏になるとか、ロリンになるとか、お姉さんになるとか無理なんだよね。サムネ詐欺しない。サムネ詐欺なんてしてない。今日はさ、お姉さんができなくてもロリボイス練習しようかなと思って。なんか我が輩に求められてるのってロリボイスらしい。我が輩さ、大人なのにさ、なんかラプラスダークネスって見た目ロリなのに別にロリじゃないよなみたいなって、クソ腹立ってから今日からマジロリボイスで配信するわ。これでできてるか？ドラえもんみたい。あ、ドラえもんはできないんだ。十分頑張った。うわあ。なぜだ。我が輩頑張ってるのに誰にも認めてもらえないんだ。腹立ってきたわ。